アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のために一度は離れた仲間が戻り、脇を固め、並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。令和4年11月23日、場所は滋賀東近江布引グリーンスタジアムにて、 NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催 2022XE リーグウエスト最終節の一戦となります。磯野スーパースターズ対トヨタブルファイターズの一戦がまもなく行われます。試合開始13時キックオフ予定です。両チームのご紹介をさせていただきます。まず本日はバックスタンド側に陣取っております、アウェーのユニフォーム、ホワイトのユニフォームをまとっておりますのがトヨタブルファイターズ、1974年創部のチームです。その当時はトヨタ自動車内の有志の集まりによりましてチームが発足し、1982年に同好会として正式にその会社のチームとして参戦してまいりました。1986年に正式に日本社会人アメリカンフットボール協会に加盟し、以来活動を続けております。95年よりクラブチームとして転換しまして、現在は豊田市および日進市を中心にチーム拠点となります天然芝、人工芝のグラウンドで活動しております。現在チームの人員は少ない状況になっておりますが、そのコロナ禍の状況を吹き飛ばすかのように今シーズンも活躍し、そして参戦しております。対しまして本日はホームスタンド側にカラーのユニフォームをまとっておりますのが磯野スーパースターズ、こちらの歴史は古く、かつては磯野エンジェルスとして X3 に長く在籍しておりましたチームです。しかしそのチームの陣容を大きく変えたのが2014年、その当時の東近江、そしてザイアにありましたプライベートチームと合同しまして磯野スーパースターズとして再編成されました。その2年後に一気に躍進を遂げまして X2 昇格を果たしたチームでもあります。現在はその地位を落とし、その地位から X3 に甘んじておりましたが、今シーズン強豪を揃います厳しいシーズンの中、それを括弧撃破しまして現時点5戦全勝し、そして最終節この一戦の結果を待たずしてリーグ優勝を決めております。この試合はこの試合に勝利しますと全勝優勝となる、その一戦そのスーパースターズ最終節白星を飾りまして一気に X2 への躍進を遂げようとしています。この両雄によります一戦がまもなく行われます。試合開始までしばらくお待ちくださいますようお願いいたします。令和4年11月23日、場所は滋賀東近江布引グリーンスタジアムにて、 NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催 2022X3 リーグ最終節、磯野スーパースターズ対トヨタブルファイターズの一戦が行われます。試合開始13時キックオフ予定です。これより試合開始前のコイントスを行います。手前側に陣取っておりますのが磯野スーパースターズ、本日はチームカラーネイビーをまとっています。奥側に陣取りますバックスタンド側がトヨタブルファイターズです。トヨタキックオフ、磯野リターンで試合が始まります。この試合は1クォーター10分の正式形式で行われます。
まずはトヨタブルファイターズのキックオフで試合開始となります。キックオフキッカーを務めますのはトヨタブルファイターズ35番のカーナ、上智大学出身。対しまして磯野リターナーを2人構えております。19番と84番を配置しました。19番は五十嵐、東北大学出身のチームのルーキー。84番は花木、岐阜大学出身です。磯野リターンに入ります。ナイスリターン。リターナー19番タックルを受けましたが、そこから右オープンを疾走、ハーフウェイ付近までリターンしまして、この位置から磯野スーパースターズの攻撃となります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回、4回で10ヤードを前進し攻撃権更新とするか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずは磯野スーパースターズの攻撃から試合は始まります。ボールオン自陣47ヤードから磯野スーパースターズファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。パス成功、さらに抜ける、まだ行く、ビッグプレイ、ファーストダウン。クォーターバック18番、まず最初のプレーでオフェンスが開始地点より後方より一度だけできる前パスを敢行しました。これを密集点でワイドレシーバー1番見事にキャッチ、そこから相手タックルをすり抜け見事に攻撃し、一気に攻撃権更新としました。磯野スーパースターズファーストダウン。クォーターバック18番は田中、岐阜大学出身。取りましたワイドレシーバー1番美濃浦も岐阜大学のプレイヤーです。これにより磯野スーパーサーズ一気に相手陣10ヤードに入りまして、ファーストダウン2ゴールとなります。エンドゾーンまで10ヤードの状況での1回目の攻撃です。さあ今度はランプレーでいった、何枠47番にハンドオフし、そこから密集点をつきました。タックル受けながら42番、これを4ヤードのゲインと変えています。止められたところまでが攻撃1回となりますので、4ヤード進んで次がセカンドダウン残り6ヤードの状況に変わります。キャリアしました42番は倉谷、神戸学院大学出身のプレイヤーです。磯野スーパースターズセカンドダウン2ゴール、残り6ヤード。パス成功、タッチダウン。クォーターバック18番、ここでタイトエンド86番にパス、これを86番キャッチして、そこからタックル受けながらそのままエンドゾーンなだれ込んでタッチダウン。エンドゾーンに入りまして得点となるタッチダウンを挙げました。磯野スーパースターズ6点獲得、見事なタッチダウンパスを投じました。クォーターバック18番は田中、岐阜大学出身。そして取りましたワイドレシーバータイトエンドの86番は神奈、姫路工業大学出身のプレイヤーです。そしてタッチダウンとのワンプレートライフォーポイントです。このキックを18番田中見事決めまして1点追加、磯野スーパースターズ7点、トヨタブルファイターズ0点となりました。まず磯野スーパースターズがタッチダウンで先制しました。アメリカンフットボールの得点方法は大きく分けて2通り、ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、そしてプレースキックをゴールポスト内に蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点入ります。さらにタッチダウンはその後にもうワンプレープラスのプレーがあり、ここでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点、さらに加点できます。これと自殺点セーフティーの2点を加え、アメリカンフットボールの得点方法は2点、3点、6点、7点、8点の合算となります。これにより得点引き分けが起こりにくい得点構造になっています。そして試合は先ほど得点を挙げた磯野スーパースターズのキックオフで試合再開となります。
アメリカンフットボールはラグビーと違い、得点を挙げた側のキックオフで試合再開です。キッカーは1番の美濃浦が務めます。さあ、トヨタリターンに入りました。このリターンもナイスリターン。相手タックルをすり抜けるように22番中央を疾走しまして、自陣45ヤードの位置を確保しました。リターナー22番は中島、神戸大学のプレイヤーです。これにより攻撃権は今度はトヨタブルファイターズに変わります。倒されました。この自陣45ヤードの位置からの攻撃開始という形になります。さあ、先に得点を挙げられたトヨタ、この反撃となるこの攻撃シリーズ実らせることができるでしょうか。トヨタブルファイターズ自陣45ヤードからファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新は同じく必要距離10ヤード。さあ、まずランプレーから入りました。何枠2番にトスを投げまして、右オープンへのランプレー、タックル受けながら2番約4ヤードのゲインを果たしています。トヨタキャリア2番は古町、慶応義塾大学出身。トヨタブルファイターズ自陣49ヤードからセカンドダウン6、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は6ヤード。パス不成功。今度は外へ振るために、真横に前パスを投じました。クォーターバック20番、ターゲットは11番でしたが、しかしこれを11番キャッチミス、前パス失敗ですので、この時点でプレーが止まります。前パス失敗ですとボールは元の位置に戻され、次の攻撃に変わります。従いまして、トヨタブルファイターズ自陣49ヤードからサードダウン6の状況に変わります。トヨタブルファイターズサードダウン6、3回目の攻撃となります。攻撃権更新、必要距離6ヤード。パス不成功。クォーターバック20番、今度は一気にパスにより攻撃権更新を図りましたが、これは磯のディフェンス陣の壁に阻まれ、パス不成功となっています。パス失敗ですので、攻撃権1つ失いフォースダウン、4回目の攻撃に変わります。トヨタフォースダウン6、フォーメーションを変えます。パントフォーメーション、キックにより陣地挽回を図ります。パントはキックによる攻撃放棄となるプレーです。このパントは転がりよく磯野陣5ヤード付近でボールデッドとなりました。この位置の攻守交代となります。トヨタ反撃となる攻撃はパントという形に終わりましたが、しかしこのキックにより大きく陣地を押し返す形に成功しました。アメリカンフットボールは点取り合戦ですので、いわゆる陣地の面積およびそのポジショニング自体は勝敗には関係がありません。しかしミスをした際の失点の可能性を考えますと、陣地ができる限り相手側にある方が有利な競技ではあります。さあ、押し返された状況ですが、磯野打開できるでしょうか。ボールオン自陣8ヤードから磯野スーパースターズファーストダウン10。さあ、まずランプレーを展開しようとしました。何枠に持たせ中央へのランプレー、キャリア23番密集点をつき約2ヤードのゲインとしています。23番は藤原、中日本航空専門学校出身のプレイヤーです。大学未経験の選手も X リーグで活躍しております。磯野スーパースターズ自陣10ヤードからセカンドダウン8、2回目の攻撃となります。攻撃権更新、必要距離は8ヤード。パス不成功。
クォーターバック18番、今度はワイドレシーバー84番にパスを投じましたが、このパスはコントロールミス、パス不成功になりまして、次の攻撃サードダウンと変わります。磯野スーパースターズ陣10ヤードからサードダウン8、3回目の攻撃で攻撃権更新距離8ヤード獲得できるでしょうか。パス不成功、ここでクォーターバックロングパスを投じました。ターゲットは15番でしたが、このパスオーバースロー、パス不成功となりまして、フォースダウンに変わります。磯野スーパースターズフォースダウン8、最後の攻撃権は磯野パントフォーメーションを選択します。ボールオン自陣10ヤード、さあエンドゾーン内からのパント、うまくいくでしょうか。このパントはハーフウェイ付近で止まりまして、この位置での攻守交代となります。このボールが止まりました位置で、今度はトヨタブルーファイターズの攻撃という形に変わります。結果的には陣地を押し返す形にはトヨタブルーファイターズになりましたが、このチャンス生かすことができるでしょうか。ボールオンは相手陣48ヤードにセットされました。トヨタブルーファイターズファーストダウンで、さあ中央へのランプレーを展開しようとしましたが、これは磯野スーパースターズナイスディフェンス、密集点突破かりましたが、これを磯野スーパースターズ59番が見事に対応し、約1ヤードロスとしています。素晴らしい対応しましたのは磯野スーパースターズの59番、中川、金沢大学出身のプレイヤーです。トヨタハーフウェイからセカンドダウン12、さあ再び中央のランプレーでした。しかしこれも磯野のディフェンスが踏ん張ります。ランニングバック35番の突進を磯野スーパースターズディフェンスライン44番が対応しまして、このランプレー1ヤードのゲインにとどめています。キャリア35番は川名、上智大学出身、止めました。磯野スーパースターズ44番は井川、金沢大学出身のプレイヤーです。トヨタサードダウン11、攻撃権更新、必要距離11ヤード突破できるでしょうか。パス成功、ここでクォーターバックパスにより状況打開を図りましたが、これを磯野スーパースターズ69番がパスカット、パス不成功とし、フォースダウンに変えます。見事このパスを食い止めました。磯野スーパースターズ69番は桑原、滋賀大学出身のプレイヤー、186センチ、115キロの巨漢がここで素晴らしい仕事をしました。トヨタフォースダウン11、パントフォーメーションを選択します。ここでパントリターナー19番、リターンを試みましたが、この際にボールをファンブル仕掛けたようです。しかし先に膝をついていたため、ここでプレー終了という形になりました。結果的に磯野スーパースターズ自陣20ヤード付近から攻撃という形に変わります。
磯野スーパースターズ自陣18ヤードからファーストアンテン。インターセプト、ターンオーバー。ここでクォーターバックジャシュワン、ワイドレシーバー19番に90番にパスを投じました。しかしこの時90番がボールを弾き、その浮いたボールを取りましたがトヨタブルファイターズ22番、パスダッシュによるインターセプトにより攻撃権交代となります。トヨタファーストダウン、ターンオーバー。インターセプトしましたのは22番の中島、神戸大学出身のプレイヤーです。これにより相手陣30ヤードからの攻撃に入ります。トヨタブルファイターズファーストダウン10。ここでクォーターバック20番プレイアクションからパスを投じようとしました。しかしこれを磯野スーパースターズ72番がキュービーサック、パスを投じる前に仕留めました。これにより約8ヤードロスを奪っています。見事キュービーサックしました磯野スーパースターズ72番は山口、岐阜大学出身。トヨタブルファイターズセカンドダウン18、ボールオン相手陣39ヤード。これも磯野ナイスディフェンス。トヨタランニング枠2番の総力にかけトスさせて右オープンを展開しようとしましたが、これを察知した磯野さらにロスタックルを奪っています。トヨタブルファイターズサードダウン26の状況となりました。ボールオンは相手陣46ヤード。ランニングバック2番、今度は右オープン突破を図りましたが、しかしこれも磯野3番のアジャストにより攻撃権更新には至っておりません。6ヤードのゲインにとどまっています。タックルしましたのは磯野スーパースターズ3番松井、鳥取大学出身。トヨタブルファイターズフォースダウンロングでパントフォーメーションを選択します。磯野これをフェアキャッチ、自陣20ヤード付近からの攻撃を確保しました。攻守交代となります。磯野インターセプトにより厳しい状況に強いられましたが、ディフェンス陣奮起しましてこの攻撃を防ぎました。磯野スーパースターズ自陣20ヤードから式に直す形でファーストダウン10の状況に入ります。クォーターバック18番、ここで自ら中央突破、相手のディフェンスの裏をかくように約9ヤードのゲインとしています。見事な判断で9ヤードを獲得しました。クォーターバック18番は田中、岐阜大学出身。
磯野スーパースターズ自陣29ヤードからセカンドダウン残り1ヤード。パス成功。さあどこまで行くか。タッチダウン。ここでクォーターバック18番右サイドライン際に、サイドライン際にいたワイドレシーバー84番にパス。これを84番キャッチし、さらにディフェンスを見事なステップワークで振り切ってそのままエンドゾーン駆け込んでタッチダウン。磯野のスーパースターズ6点獲得となりました。見事タッチダウンパスを決めました。ワイドレシーバー84番は花木、岐阜大学出身のプレイヤーです。そして磯野のトライ4ポイントに入ります。キッカーは先ほどタッチダウンパスを投じましたクォーターバック18番の田中が務めます。このキックは失敗、6点止まり。磯野のスーパースターズ13点、トヨタブルファイターズ0点となりました。しかし磯野のスーパーサーズ追加点を挙げることに成功しました。その得点を挙げた磯野のスーパーサーズのキックオフで試合再開となります。キックオフキッカーは1番の箕浦、岐阜大学出身です。トヨタリターンに入ります。磯野のカバーを振りほどこうとしましたが自陣25ヤード付近でボールデッド。この位置からのトヨタの攻撃と変わります。トヨタブルファイターズ自陣27ヤードからファーストダウン10。ここでホイッスル。トヨタここで前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。トヨタここで制限時間内にプレーを始められず反則となる可能性があり、ここで前半1回目のタイムアウトを取りました。第1クォーター残り時間1分32秒の状況になっておりますが、この時点で磯野スーパースターズが2つタッチダウンを先行する形で挙げております。主導権を取りつつある磯野ですが、ここでトヨタブルファイターズ反撃に転じることができるでしょうか。さあ、まもなくタイムアウトを解けまして試合再開となります。ボールオンはトヨタ陣27ヤードの位置からトヨタファーストダウン10。
さあクォーターバック20番オプションプレー、クォーターバックが持つかランニングバックが持つかの選択プレーで自らキープをしました。これにより約2ヤードのゲインとしています。トヨタクォーターバック20番は金子、名古屋学院大学出身のプレイヤーです。トヨタセカンドダウン8、ボールオンは自陣29ヤード。ドロープレー、パスに見せかけたランプレーです。裏をつくようにランニング枠35番に突破を図らせましたが、ゲインは約3ヤードにとどまっています。キャリア35番は川名、上智大学出身。トヨタ自陣32ヤードからサードダウン5。ここでホイッスル。第一クォーター終了です。第一クォーター終わりまして、磯野スーパースターズ13点、トヨタブルファイターズ0点、攻守方向入れ替え第二クォーターに入ります。